青い風呂敷包み。江川初子がカフェドラゴンからアパートへ帰ったのは、かれこれ朝の5時ごろであった。彼女はハンドバッグから部屋の合鍵を出し、ドアを開けると、冷たい朝風がさっと顔を撫でた。おやっと思ってみると、往来に面した窓が開け放しになっている。確かに閉めて出たつもりだったのに、と思いながら、室内を見回したが別に変わったこともない。初子は窓を閉め、ついでにブラインドを下ろし、これからぐっすり人寝入りしようと戸棚に手をかけたがなかなか開かない。何か使えてでもいるのだろうとぐっと力を入れて引いた拍子に、ドシン。重そうな音がして、大きな荷物が赤いヤグと一緒に転がり出た。彼女はハッと身を引いた。見るとそれは唐草模様を染め出した青い大きな風呂敷包みであった。誰がこんなものを戸棚の中に入れたのだろう。何が入っているのかしら。初子は好奇心の目を輝かせて風呂敷の上からそっと触ってみたが、わからない。布団にしては少し手触りが硬い。破れ目から中を覗いてみようと、右目を押し当てるや、キャッと、たまげるような悲鳴を上げ、廊下へ飛び出して、バタバタと駆け出したかと思うと、気を失って倒れた。そのただならぬ物音に方々のドアが一時に開き、寝巻き姿の男女がドヤドヤと出てきて彼女のぐるりを取り巻いた。管理人が駆けつけた時には初子はもう正気に返っていたが、恐ろしそうに自分の部屋の方を呼び指したまま唇をわなわなと震わせ、容易に物が言えなかった。どうしたんですと、管理人は初子へというよりは、むしろ周囲の人々に説明を求めるように言った。そこへ仲良しのダンサーが、消し粒のように小さい丸薬を手のひらに乗せ、片手にコップを持ってきて、初ちゃん、しっかり押しよ。さ、この六神丸を飲んで、気を鎮めて。どんなことがあったんだかみんなに話してちょうだい。と言ってコップを唇にあてがってやった。初子はごくりと喉を鳴らして水を飲んだ。ちったはっきりした。彼女は黙ってうなずいた。しばらくすると大きなため息をついて、はあ、怖かった。と吐き出すようにつぶやいた。どうしたのさ、何がそんなに怖かったのよ。初子はダンサーの手につかまって、ふらふらと立ち上がりながら、しわがれた声で言った。風呂敷の中に変なものが入っているんですよ。早く開けてみてください。管理人を先に立てて、一同は彼女の部屋へ入った。なるほど、青い風呂敷包みは部屋の真ん中に放り出されてある。江川さんの荷物じゃないんですか？初子は激しく首を振って、私のなもんですか？私のいない留守の間に誰かが戸棚の中にしまったんですよ。早く、どなたかちょいと中を覗いてごらんなさい。言われるがままに管理人が真っ先に割れ目に目を当てたが、と仰天し、人間が入ってる。
いやー、これは大変だ。その声に若い女連は逃げ出した。怖いもの見たさで居残った者は、変わる変わる風呂敷の中を覗いては顔色を変えた。頭はあるが顔が見えないな。男か女か、短髪だ。素敵な美人らしいぞ。開けてみようじゃないか。荷物を囲んでガヤガヤ騒いでいるところへ、27、8の青年が入ってきて一同を制し、ダメだダメだ、触っちゃいけない、警官が来るまで手をつけちゃいけないんだからと言った。見るとそれは四宿人の一人で、私立探偵として評判のいい山本圭一という初子のパトロンであった。彼は旅行先から今帰ったばかり。玄関を上がるとこの騒ぎだ。誰か早く交番へ行って訴えてきてくれませんか。パジャマを着た一人の学生は交番へ宙を飛んだ。急報に接して警視庁からは係長が若手の敏腕課杉村刑事を連れてはせかけ、そこにいた山本圭一に事の顛末を聞いてから杉村を顧みて、君、風呂敷包みを開けてくれたまえと言った。青い風呂敷包みは四隅をまとめ、それを一本の強い麻縄で厳重にくくってあった。杉村は最初ナイフでその縄を切ろうとしたが、何を思ったのかそれをやめて、丹念に結び目を調べながら10分間もかかってやっと解いた。中からは血だらけの男が現れた。手足を縮め、うつ伏せに丸くなっている。体を引き起こしてみると、担当がぐざっと胸に突き刺してあった。折り曲げた左手に桃色のリボンをしっかりと握り、それをまるで抱きしめてでもいるように胸に押し当てている。リボンは一尺余りの主筋であった。杉村は頭を、山本は足を二人で持ち上げ、死体を赤い友禅の布団の上に横たえた。それはいかにも醜い顔の25、6の男であった。あ、ゴリラ。小さい叫び声とともに初子はよろよろと倒れかかり、管理人の腕にしがみついた。人々の目は彼女に集まった。この男、君知ってるの？と管理人が聞いた。初子は真っ青になり、恐ろしそうに顔を背けながら震え声で答えた。知ってますとも。この男はゴリラのニックネームで通っているツバメタクシーの運転手で、吉川さんって人ですわ。ツバメタクシーの主人は直ちに召喚された。彼は一目見ると確かに吉川であると承認した。致命傷は無論心臓を刺したこの一月であり、死後数時間を経過したものであると警察医は言った。死体は解剖に付すことになり、初子は容疑者としてその場から本庁へ連行された。その後ろ姿を見送っている山本の顔には不安の色があった。彼はあくまでも事件を調査し、彼女の嫌疑を晴らさなくてはならないと心に誓ったのだった。